天満宮で合同の天体観測会をするよ。とっても楽しい夜になるから、星が好きな人は来てほしいわ。この観測会では冬の星座の観測を行います。オリオン座やオウイヌ座、代表的な星座を中心に星空の魅力を伝える会にしようと考えています。参加にあたって必要な持ち物はこちらで用意しますので、お気軽にご参加ください。参加者が集まっただけでしょ。喜ぶには早いわよ。納得のいく会にできなければ成功したとは言えないわ。お姉ちゃん厳しい。あ、やった、9人目。まだまだ全然大丈夫。観測会の日の日程は、チラシどこだっけ。チラシはここよ。仕方ないわね、私が説明するわ。ありがとう、お姉ちゃん。リサ先輩どうしたんですか。なんだか嬉しそうですけど。いやー、サヨも変わったなーと思ってさ。初めて会った頃は近寄りがたかったっていうか、張り詰めてて気難しい感じがあったんだよね。遊びでバンドをやってるんじゃないって怒られたこともあったし。そんなことがあったんですか。でも言われてみれば、初めはさよさんってともえちゃんとぶつかったりしてたっけ。あの頃と比べるとさよさん、なんだか表情が柔らかくなった気がします。そうそう、つぐみもそう思うでしょ。今のさよを見てると変わったんだなってしみじみ思っちゃうよ。それちょっと違うかも。違うって何が。お姉ちゃんって昔からああいう感じだったよ。私が何かなくしたり服を汚しちゃったりすると、いつもお姉ちゃんが助けてくれてたんだ。へえ、そうだったんだ。あとこんなこともあったな。どんなこと。子供の頃絵本を読んでたら、だんだん不思議になっちゃったことがあったんだ。いろんな動物が出てくる話だったんだけど、なんで動物が喋ってるんだろうって。さすがひな先輩、そこに疑問を感じたことなかったです。私にはそれが不思議でさ、お姉ちゃんに聞いてみたんだ。そしたら一生懸命考えてくれて、これは動物が喋る世界の話なのよって教えてくれたんだよ。へえ、その頃からさよって真面目だったんだね。うん。でも絵本のどこにも動物が喋る世界なんて書いてないって言ったら、またお姉ちゃん考え込んじゃって。え、何度も理由を聞いたら、最後はお姉ちゃん泣きながら説明してたっけ。それどういう思い出なの。さよさんは子供の頃から真面目で面倒見が良かったってことですよね。そうそう、お姉ちゃんは昔から優しくて最高のお姉ちゃんだったんだよ。お姉ちゃんのああいうところ、私大好きなんだ。ほんと、さよのこと話してる時のひなは楽しそうだね。とっても素敵な笑顔をしてるわ。お姉さんがいるのっていいですね。私一人っ子だからちょっと羨ましいです。あ、お姉ちゃんが呼んでる。ちょっと行ってくるね。